제가 왜 존댓말만 반말 이렇게 섞어하는지 아세요 혹시? 왜냐면요 이거 보면 뭐 저보다 어리신 분들도 있고 뭐 또래 분들도 있고 아니면 뭐 저보다 나이 많으신 분들도 분명히 계실 텐데 그렇다고 뭘 격식을 뭐 차리는 우리 그런 사이는 아니잖아요. 안녕하세요, 타옹입니다. 今日もジェジュンさんの 라이브 토크で 한국어 勉強しましょう. 제가 왜 존댓말만 반말 이렇게 섞어하는지 아세요 혹시? 제가 왜 존댓말만 반말 이렇게 섞어하는지 아세요 혹시? 제가 왜 존댓말과 반말을 섞어 하는지 아세요? 혹시 떠나지마시다. 하이, 제가 왔다시가 왜 나제 존댓말과 존댓말과 개고노 것도 존댓말 떠나시마스. 반말을 타메쿠치 고토바오 섞어 하는지 마제테 이유노까 아세요? 고존지데스까? 혹시 모시카시테 또 기이테이마스. ここで존댓말、敬語のことですが、존댓말は、존でと말が合わさって존댓말になっています。존では、まあ、漢字がありまして、こういう漢字です。尊敬の尊と、まあ、体ですね。尊体っていう漢字から来ています。と、말は言葉。で、それが合わさって존댓말になりました。この존댓말は、높임말とも、よく言います。韓国は、儒教が文化に深く染み込んでいますので、家族の間であっても敬語を使います。敬語の作り方としては、例えば動詞、가다、行くがあるとしたら、行かれるにするなら、가시다、젊다、若い、お若いにするなら、젊으시다のように、しとうしのどちらかをパチムがあるかどうかで、つける形になります。または、日本語でもそうなんですけれども、例えば、話すがおっしゃるとか、例えば、召し上がるとかのように、すでに動詞が敬語の形になっているものがありますね。韓国語も同じくそういうものがあります。例えば、話すをおっしゃるにするなら、말씀하시다、お休みになる、주무시다、いらっしゃる、年だ。年のことも年齢のことも연세というと敬語になります。이거보면뭐저보다어리신분들도있고이거보면뭐저보다어리신분들도있고이거보면뭐저보다어리신분들도있고이렇게보면저보다어리신분들도있고또나왔습니다이렇게보면このように見ると저보다私より어리신분들도있고幼い方もいらっしゃるしとなしました。はい、先ほど説明しましたその敬語の使い方使っていらっしゃいますね。はい、어리다、幼いを어리시다にして幼くいらっしゃいますっていうにファンの皆様に敬語を使っていますね。또래분들도있고아니면뭐저보다나이많으신분들도분명히계실텐데또래분들도있고아니면뭐저보다나이많으신분들도분명히계실텐데또래분들도있고아니면뭐저보다나이많으신분들도분명히계실텐데또래분들도있고아니면저보다나이가많으신분들도분명히계실텐데도나시마시다소고마대이기마쇼자또래분들도있고또래와오나지년래노오나지토시노고에가타노고도하나시마스하이또래분들도있고아니면자나께레바저보다와타시요리나이가많으신분들도나이가많다와지분요리모토시우에다또이미요못대마스분명히가끄지즈니계실텐데이라샤루데쇼가또하나시대마스하이ここで나이가많다直訳すると年が多いになりますけれども、それは年上だ、自分よりも比較的に年が上だということを話しています。じゃあその反対ですと、年ないが적다にすると、じゃあ年が直訳すると少ないという意味なんですけれども、年下だという意味として使われています。ではこの年を使ったいろんな例文をちょっと見ていきましょう。年を取りたくありません。나이먹기싫어요。私より年下です。저보다나이가적어요。私はその人より年上です。저는그사람보다나이가많아요。年のせいにしないでください。나이탓하지마세요。お兄ちゃんと私は5歳の年の差があります。오빠랑저는5살이나나이차이가나요。いつの間にか年を取ってしまいましたね。어느새나이를먹었네요。年に比べて若く見えますね。나이에비해젊어보여요。뭘격식을뭐차리는우리그런사이는아니잖아요。뭘격식을뭐차리는우리그런사이는아니잖아요。뭘격식을뭐차리는우리그런사이는아니잖아요。
격식을 차린다는 우리는 그런 사이는 아니잖아요. 떠나시마시다. 하이, 격식을 차리다. これは, 直訳すると, 格式という 漢字になりますが, 차리다は何かを 備えるとか, 準備するとか, そういう意味を持っています. ということは, 格式を備える, 準備する。 ちょっと意味がわからないですよね。この場合はこれで礼儀を守って行動する、そういう意味になります。なので、ここで話したいことは礼儀を守って行動するような私たちは、クロンサイヌ、そんな中ではありじゃないですかと話しています。 このチャリダという動詞の使い方も前に来る名詞によっていろんな意味を持つことになります。今みたいに極式 が来ると礼儀を守って行動するという意味になって、極式を차리다で使いますが、例えば精神が来ると정신을차리다になりますね。そうすると気を取り戻すという意味になります。また食べ物の음식が来ると음식을차리다になりますね。そうすると料理を整えるとか準備をするという意味になります。ではもう一度見てみましょう。 제가 왜 존댓말만 반말 이렇게 섞어하는지 아세요 혹시? 왜냐면요, 이거 보면 뭐 저보다 어리신 분들도 있고, 뭐 또래 분들도 있고, 아니면 뭐 저보다 나이 많으신 분들도 분명히 계실 텐데, 그렇다고 뭘 격식을 뭐 차리는 우리 그런 사이는 아니잖아요. 격식을. 오버해드시 단거です. 개고, 존댓말, 존댓말, 타메구치고토바, 반말, 반말, 오나지넨네, 또래. 또래, 오사나이, 어리다, 어리다, 레기오 마모테 고도스르, 격식을 차리다, 격식을 차리다, 존댓말, 존댓말, 반말, 반말, 또래, 또래, 어리다, 어리다, 격식을 차리다, 격식을 차리다. メルマガを登録してくださった皆様に今日やった内容のテキストを配布しています。ぜひ登録してください。無料です。そして今日やった内容いいと思ったらぜひいいねを押してください。いいと思ったらチャンネル登録してください。